エセキボ川は南アメリカのガイアナを流れる川である。ガイアナ国内で最も長い川であり、オリノコ川とアマゾン川の間では最も広い川である。ブラジルとガイアナの国境にある荒海山脈に水源を持ち、北方に流れ森林地帯やサバンナを横切り、大西洋に注ぐ。全長は約1 0 0 0トルある。エキセボ川の流域には、 数え切れないほど多くの急流や滝がある。河口は幅2 0トルに達し、多くの島が点在する。河口は、ガイアナの首都ジョージタウンから約2 0トル離れた場所にある。エキセボ川は、ベネズエラ方面から流れるクユニ川など多くの支流を持つ。いくつかの支流は、川口から3 0トルほどの場所で、いくつかの肥沃な島によって分かれている。 そのうちの一つである、ート島は、この地をオランダが統治していた頃に政府があった。ベネズエラは、エセキボ側がガヤアナとの国境であり、その西側は、ベネズエラ領であると主張している。エキセボは16、1616年に、オランダ人によって作られ後に、イギリス領ギアナの一部となった、植民地の名称でもある。エセキボの名前は、ロの石を意味する、 アラワク族の言葉から来ており、河原から石を持ってきて、炉の周りに並べるというアラワク族の習慣に由来すると説明されることが多い。他に人名に由来するという説もある。カプチン海の修道士であるフェリックス・マリアデ・ベガミアン、神父の著書によれば、16世紀初頭に宣教師として、この地を旅していたホアン・エスキベルの名前に由来するという。 ガイアナに最初に入植したヨーロッパ人はオランダ人であった。彼らは1615年にエクセボ川の下流に植民地を築き先住民との友好関係を結びつつ砂糖やカカオのプランテーションを作った。宣教師の入植は19世紀に起こったベネズエラの独立戦争の頃まで続いた。この時イギリスはトリニダード以外に 南アメリカとの貿易のための大きな船が停泊できるような距離地を必要としていた。同時期にイギリスはフォークランド諸島を占領している。1995年8月にはカナダの鉱山会社が400万立方メートル以上のシアン化合物を川に流出し問題となった。ありがとうございます。